ここならいっぱい機械がありそうだね。これだけあっても使える機械はほんの一部さ。見て見て、こっちはまるで新品だ。慌てるな、足元に気をつけて。大丈夫。まずい。ロボット山か。あの兄弟に話を聞いてみよう。何か知っておるかもしれぬしな。やあ、いらっしゃい。兄は死んでしまったか。まだ若かったであろうな。商売のため危険な場所にまで分けたそうだ。弟が笑ってくれたり、喜んでくれたり。
僕の家に勝手に住まないでください。虫みたいにすりつぶしてやる。気をつけてください。こいつは波の硬さじゃないぞ。関係ないさ。どの道叩き切るだけだ。